うちの子が5歳の誕生日に私の手作りケーキがいいとリクエストがあったので、どうしようかな、あ、米粉のパンケーキでちょっと作ってみようということで、急遽、家にあるものだったんですけれども、いろいろと米粉もこうした砂糖もね、なるべく白砂糖は我が家は買わないようにしているので、体にも負担のなるべく少ないものを材料として使って、子供に米粉のパンケーキのバースデーケーキ作ってみます。この重曹をね少し入れて野菜にしても果物にしてもこうやってちょっとこう水で洗うときに重曹を入れると農薬がなんか一緒に落ちるということで、私は時々この方法をしています。そして米粉ですね、米粉にこの石垣島産の 100% のサトウキビを使っているというものをオーガニックスーパーで見つけたので、最近このお砂糖も使っています。そして重曹を少し、ちなみにアルミニウムフリーというものを選んでください。もともと私はそんなアルミニウムが入っているか入っていないかっていうのは知らなかったんですが、アルミニウムフリーっていうのを見つけて、あ、ないものがあるんだっていうことで、そこからずっと、使われていないものを使っています。少しここでねオリーブオイルも気持ち足して混ぜていきます。もうこの時はね、子供の特別なお誕生日のお祝いということで、いろいろとこう混ぜたいとかいろいろ言ってくるんですよね。だからもういや、こう別に作るっていうことが目的よりも一緒に楽しみながらゆっくり時間かけて作っていこうっていうふうに思って、ちょうどこの時はもうお休みの日だったので、朝ごはん終わってちょっと一休みしてから作り始めたので、あまりこう時間も気にせずに作れたので、結局トータル2時間半ぐらいなんだかんだこうした準備から最後の仕上がりまでかかりましたね。こうやってね YouTube 用に撮影もしたりしてるので、そんなのもあるんですが、結構時間はかかりました。いちご、それから今これ私みかん、メロン、そしてパイナップルを細かくダイス状にしているんですが、スーパーなんかでよくカットフルーツ売ってますよね。まさにそれなんです。いちごだけはいちごのパックを買ってきたんですけれども、ちょっとこうカラフルにしたいなと思ったので、こういうカットの詰め合わせのフルーツも使っています。でこれがですね、私の友達がこのプリンセスっていう、メーカーなのかな、これがホットプレートなんですよね。で真ん中のシリコンのグレーの部分を開けると、ちょっと真ん中の中心部にこうなだらかな緩やかなカーブとなっているので、お肉なんかを焼くと油がここから落ちていくという感じで、なのでねスルスル滑っちゃってどんどんね中心に寄ってっちゃうんですよね、この軽いパンケーキだとね。でもすごく使いやすいので重宝しています。さあここから泡立てに入っていきます。アイロンじゃなくて、よくアイロンの形知ってるね、よく知ってるね。アイロンじゃなくて、これはアイロンじゃなくてミキサーです。確かにアイロンっぽいもんね、これなかったら。そうだよね、これはアイロンではなく正解はミキサーです。そのダムセリテープ、世の中で、市販の全てがそうとは言わないんですが、ホイップクリーム、生クリームじゃなくてね、ホイップクリームっていうのは案外化学のものがものすごく使われていたりするんですよね。よく、スーパーなんかで冷凍のものでもうすでにホイップクリームの状態で売られているものなんていうのは、ちょっと原材料もいろいろと詳しく見ていただきたいんですけれど、いろんなカタカナが入って書かれているんですよね。割とボリュームたっぷりで安いクレープ屋さんなんていうのはそんな感じのホイップクリームを使っているところもあると思うんですが、いろいろ考えて
まあ、生クリームもね、うちの子はあまり牛乳はそんなに飲ませては来ていないんですが、まあ、たまにこのぐらいだったらと思って、しかも市販のものよりは私が手作りで作れば少しでも体に余計なものは入らないなと思って、で、これも生クリームをオッケーです。買ってきています。できま生しクリーた。ムもこれそしたら生乳ちょっと以ク外リーにムズこなんれかにちょしてこっみまとす。入って添加物が加わっているようなものちょっもとある待のってで、ね。ぜひ原材料名じゃあチェック全してみ部てく台だ無しさだ。い。ちょっと待って。ママもさ、こういうの舐めたかったのよ。舐舐めめさたせくててもらっ舐めた。させてもらったよ。どうでしょうか。美味しい？あ 鼻の横にちょっとエクボできちゃうぐらい美味しい。 あ、いい甘さ。でもさ、端っこのとこ、ここをねじって入れたら大丈夫だから持ってやればいい。そんなんで遊んでるんだ。オッケー。母がですね、ケーキとかお料理を、まあ、自宅でも教えたりしていたので、私もだいたい味見担当でね、で、間近で母がどんな風に、こうやって生クリームを絞ったりしているのかとか、子供の時から近くで見ることはあったんですね。ただ、もうほんと食べる専門で別に作るのはいいやなんて思ってたので、でも母によく、あなたは教えてないのに本当によく正確にできてるわよねって言われるので、こう見るっていうことも大事だなって思いますね。特に何かこうポイントを教わったわけではないんですが、どこかにこう記憶に残ってるんですよね。あ、そういえば母がこんな風にしてたなっていうのがなんかこう染みついていて、しかも子供の私は生クリームを泡立てる係だったので、なんかこうケーキを子供に作っている時は、そういう子供時代の思い出もなんか私は懐かしく振り返りながら作っています。ケーキの盛り付けって難しいね。やってみてわかるわ。さあ、やっと完成しました。本当に時間がかかりました。パンケーキなんて焼くのはすぐだし、まあこんなね、違う、飾り付けも5そこまでって思ったんですが、いや、歳かなのり距離でかね。かりました。そしてどうし味た？も美味しくできました。これがね、刺す部分が深くないんですよね。なので重いし倒れそうになって、なかなかこのキャンドルを刺すのも一苦労でした。嬉しすぎてブリッジしちゃうの？フスルね。ハッピー、あ、どうすんの？ハッピーバースデー、ディアフー。おめでとう、パチ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 、ふした。ということで、例えば家で作るときに子供用のケーキでスポンジから焼くのは大変っていう場合には、パンケーキをね、使えばあとはもう盛り付けるだけなので、ぜひやってみてください。私ほどこんなに時間はかからずにできると思うので、おすすめしたいと思います。